本城城は秋田県由利本城市にある中世からの平山城跡。江戸時代には本城藩の藩庁が置かれた。別名は鶴舞城、大崎城とも。山形城主、もがみ光は慶長では合戦により由利軍を手に入れ、慶長8年に重臣の立岡光茂が4万5千石で入宝した。当初は赤乙城を居城としたものの、 立地の不便さから慶長18年尾崎山に本城城を築き居城とした。現名8年もがみ氏が改役されると、5万5千国で本田正澄が宇都宮15万国より放されたが、この時、幕府の命により城閣が破却された。翌年の現名9年、正澄は久保田藩の佐竹氏預かりとなる。同年に、六号成城が2万2千国で入放し、 城国高に合わせ縮小して修復し、城下町も形成した。この時点でも、本城と書かれていたが、六号正勝の第二本城と改名された。以後明治維新まで、六号四十一代の居城となった。母親戦争では、官軍側に属したため、奥越列藩同盟側に立った鶴岡藩勢の攻撃を受け、城主の六号政官は城に火をかけ逃亡した。明治二年。 半石奉還に伴い廃城となった。城郭は本丸、二の丸、三の丸の三角からなり、本丸には諏訪神社が置かれた。追記当初より天守閣はなかったが、代用として本丸に二重屋倉があった。巨漢は三の丸に置かれた。復元された大手門現在城跡主要部は本城公園になり、土および堀が残る。また、三の丸には、 模擬城門が築かれている。由利本城市街にある二つの小学校、鶴舞小学校と尾崎小学校の校名はいずれも本城城の別称にちなむものである。ありがとうございます。